さんこんにちは。何先生です。今日はね、クリスマスも近いので、イルミネーションを作ります。後ろの顔の上で点滅してるのわかるかな？今日はこれを作っていきますよ。まずは回路を確認しましょう。今回は、お昼は光らなくていいので、日照センサーを使っています。まずは、順番に光るクロック回路を作ってから、夜にだけ光る仕組みを入れていきますね。さて、それでは作りましょう。1マス開けてレッドストーンランプを置きました。その間に、リピーターを置いています。リピーターは、遅延を発生させるのと、長い距離に動力を伝わせるためです。今回はノット回路を応用した、クロック回路なので、ここからスタート。まずは普通に回路をつなげていきます。回路は15ブロック以上はつながらないので、気をつけてね。まずは一つ目のランプにつながりましたね。ここに、リピーターを置きます。リピーターは進行方向に置かないと、動力を流さないので、気をつけて。二つ目のランプにつなげます。リピーターを置いて、またつなげる。つなげた分だけ、ランプがつくね。以下省略。これで、すべてのランプに動力が届きました。では、点滅させるための回路を作ります。最後のブロックから回路を伸ばして、最初に置いたレッドストーンと落ちのブロックに、つなげます。途中距離が足りなくなりそうなので、リピーターでつなげます。ノット回路を知っている人は、なんで点滅するかわかると思うけど、レッドストーンと落ちは、後ろから動力が伝わると、消えるのね。そうすると、消える、つく、を繰り返して、ランプが順番に点滅していくの。ノット回路については、ケイスケ先生が説明してるから、その動画も見てね。これでクロック回路は出来上がり。でもお昼も点滅すると、ちょっとうるさいので、夜だけ点滅するようにしようね。コンパレーターを使うので、レッドストーン陶器から少し離れたところに、場所を作ってね。今回はここに、コンパレーター。これも、向きがあるから気をつけて。1マス開けて、日照センサー。コンパレーターは、動力が進む方向を向いておきます。これでまず、回路が繋がったね。日照センサーを、コンパレーターに繋ぐと、日照センサーからの動力の方が強いので、コンパレーターの働きで、今まで動いていたランプの動力が止まるよ。コンパレーターについても、ケイスケ先生が、別の動画で説明してるから、もっと知りたい人は見てね。ほら、夜になると日照センサーが弱くなって、レッドストーン陶器からのクロック回路がまた動き出す。これを使うと、昼だけ開いているドアとか、夜だけビームが出る仕組みとか、いろいろ面白いのが作れるから、一度このクロック回路は作ってみてね。ではでは、今日はここまで。チャンネル登録もよろしくね。またねー。